ちです。巨人ジュースやっております、高知でございます。ということで、大会の時に使う選手オーダーが確定したってよーい。ということでですね、皆さん、あっという間に大会は近づいてきているわけなんですけども、育成の方、いかがでしょうか？進んでいますでしょうか？ねえ。まあ僕の方はですね、もうしっかりと育成の方は終わっておりまして、オーダーも確定しました。その選手を使って、超高速フェードでの、ルーム戦ですね。で、その後に前回の動画に来てたコメント返し、コメ返しをしていきたいと思います。それではまず選手紹介からいきましょう。はい、ということでですね、こちらが我が高知の巨人純正のメンバーでございます。こちらのメンバーで次の大会に出ようかと思ってるわけなんですけども、まあ、僕のね、動画をいつも見てるよーってね、言ってくれる方はですね、何ら変わらないオーダーになってるかとは思うんですけど、まあ、改めて見てやるよという気持ちで見ていただけると嬉しいです。でね、初めて見てくれた方ありがとうございます。これが私の、メンバーでございます。はい、いかがでしょうか。一応ですね、打順ですね、こんな感じになっております。1番から、クロマティ、岡本、高橋由伸、坂本、丸、阿部で、亀井のところで代打原もしくは国母で、吉川直樹のところで同じく代打原もしくは国母といった感じになっております。こんな感じですね。でベンチのウィーラーとかね、中島はですね、中地は、バッティングであんま使わないんですけど、まあ、守備要員でとりあえず置いております。ウィーラーはちょっとセカンドがね、この原監督がね、ちょっとセカンドできない適性になっておりますので、まあ、セカンド要員ですね。まあ、中地はタイピン消し、まあ、相手がちょっと超タイピンチの時とかに、まあ最悪アーティストの代打の代打で使うかなといった感じで入れてるといった感じになっております。で続いて投手、こちらですね。はい、先発からいきましょう。菅野、メルセデス、宇都宮、今村、トグルで、中継ぎが高橋優希投手、高梨投手、デラロサ、中川、抑えにビエラで、ベンチで鍵谷投手います。で中継ぎに関しては、全部、タイピンチ持ちでございます。はい、いかがですね。一応 ね一応と言っちゃなんですけども、一応ベンチにね、大竹で久保、ここら辺もね、一応います。ただスピ解放してないので、まあ使わないかなといったところなんですけども、どうしても投手がね、枯渇した時に、まあ大竹とか入れてもいいかなと。まあこの初見殺しでね、バルカンチェンジ使いますし、超タイピンチ持ちなんですね。はい、で久保優也投手も、一応、超タイピンチを持ってるというところで、まあどうしてもカツカツになった時はここら辺を入れてくるかなって感じですね。まあ、基本はでもこのメンバーで、中継ぎは入れ替えていくといった感じになっております。さあ皆さん、いよいよ大会ですね。ちょっとね、大会のスピードにね、慣れていかないといけないということで、ルーム戦、まあ、Twitter の方で募集しました。超高速やろうぜといったところで、1試合だけね、まあ、3イニング長いんで2イニングでやろうかと思っております。でそちらの様子をご覧ください。そしてその後にコメ返しですね。では行きましょう。レッツゴー。はい、よろしくお願いします。ということでです、僕が高校ですね、相手めっちゃリボン持っとるやん、めっちゃ強そう。すいません、これ僕1試合目ですよ。めちゃくちゃ久々の大会のスピードですけども、大丈夫でしょうか。これはもし相手にならなかったらごめんなさいって感じなんで、真剣にやっていかないといけない。さあ早速やばいぞ。おし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 、どうしようかな。殿下の宝刀、なにー。さあお相手超モサです。申し訳ないな、めっちゃ1試合目なんよこれ。なにめっちゃうまない、やばい、内海じゃ抑えられないのかこれ。もう一回、もう一点取られたら、まあ、もう、あ、お相手もう出来上がってるねこれね。どうしよう、ちょっと攻め方変えましょう。すい、振らないもんね。
テリーどう組み立ててくるのか。振らないもん。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。よし、危ねえ。行け。アマストだ。前前前前前、そうそうそう、後ろでした後ろでした。前前前とか言ってたけど。さあこの試合でね、この試合でっていうか、オッケーオッケー、前前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 、オッケーオッケー、ナイス。この大会でね、ちょっと私36歳なんですけども、おじさんたちにね、同世代のおじさんたちにね、少しでも夢を見せたいということでリボンを狙ってます。頑張ろうと思ってます。さあ来い。あーしゃーナイス。なんとかなんとかなんとか抑えた。危なかったね最初。さあお願いします。さあこれね、ちょっとスピード感1試合目なんよ。ちょっと言い訳ね、言い訳させていきますけども、はあ、このダルさんね、はい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 、早いです。やばいやばい、早い、久々だと。よいしょ、ナイスー。これね、今見えてたかと言われると微妙です、正直。よいしょ、くー、やめてよやめてよ。ちょっと待ってよ、ほんとそんなことしないでよ。 OK、 あるね。スピードに、スピードについていってないんだから、まだ本当に。坂本目、ボール、ボールです。あーくそ、危ない危ない、やだこの高速カーブ、めっちゃエロい。あーやめてよー。こんなボール球振るかね。これね、ちょっともう2イニング目ガツンと言わせてやりましょう。あー変えなくていいや、申し訳ない。ちょっと今変えようかなって一瞬思ったけど、いやーみんなね、危ない。センターナイス。あのね、準備はね早めにしといた方がいい。これはねすぐには慣れないね、やっぱり。いやーでも1試合目がこの猛者で良かったかも。本当ね、巨人純正やってるね、まあ巨人純正だけじゃないけども、やっぱり純正やってる方はね、やっぱオールスターだと不利になるので頑張っていきましょうね。本当にやめて。あー危ねー、ホームランかと思った。さあ超大ピンチ、よしナイス。あーでも代打だね、今大会はね。今までにないぐらいの試合をねちょっと重ねていきたいなと、まあ負けても勝ってもと思ってます。さあどうだ、来い。あーうまい、うまいっす。ちょっとね打つみきついかな。よし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 、あマジで、マジで岡本さん、ちょっとね普段やらな、あ危ねえ、ナイスー。なるほどね、こういう球も有効か。なるほどなるほど、ちょっと勉強になったわ。今回ね内海さんでこういう配球もしていきたいなって思ってたんですよね。あ相手は山岡さんもしてくれるということで、ありがたい。非常に動画のことを考えていらっしゃる。山岡強いからね大会の。よいしょ、どう、くぅー、ちっか、そろそろストレート来るんじゃないの。やめて、くぅー。さあ追い込まれていく。
うわーやらしいな。やめてー、めっちゃ弱いよ俺。みんなー、大会の調整は早めにやっていこうね。マジで本当にスピードにびっくりするから、うん、今からやろう、今からやっていこう。はい、ということで前回の動画のコメント返しということで、前回の長野選手の能力変更という動画に寄せられたコメントを返していきたいと思います。皆さんありがとうございます。ということで、まずはトラフグさん、センター B 丸いなくて長野さん0の A0 枚なんですけども、取りに行くべきですかね、こちらですね、コメントにも返しましたけども、ごく極みにして、もし、特殊で B に持っていくんであれば僕は取りに行ってもいいかなとは思いますけども、でも現状ね、あのリアタイメインでやってますので中断道っていうところを考えると、僕は長めで見ると別に取りに行かなくていいんじゃないかなと思ってます。まあ、丸さんね、まだまだ今後出るとは思うんで、焦らずに行っていいんじゃないかなと思います。ただめっちゃ課金するできますよって言うんであれば全然取っていいとは思うんですけどもね。はい、って感じでございます。続いて岡市さん、わかります、自分も土日6割だったのに今4割5分くらい。これね、すごくありがたい意見なんですよ。本当にありがとう岡市さん。あ、やっぱりね、6割打てる人でもこうやって1割5分ぐらいやっぱ下がる時あるんですね。いや僕だけじゃなかった、本当に良かった、この動画出してちょっとねほっとしたというか勇気もらいました。本当にこういうコメント本当にありがとうございます。めちゃめちゃ助かります。なんでね、これからも頑張ろうって思いました。なので岡市さんもね、今後ともよろしくお願いします。一緒にプロスピ楽しんでいきましょうね。ということで、うつつさん、速球反応できてボール球振らなくてタイミング完璧な日があったりするので、多分その日の体調とか目の疲れだと思います。やっぱそうなんすかね、うん、やりすぎも注意なのかな、うん、ちょっとね体力つけないといけないですね。こんなことでね日寄ってたらいけないもんね。ちょっと腕立てしていきますこの後、うん、なんで腕立てなのかちょっとよく自分でもよくわからないけど腕立てしていきます。あと長野さん出たから今年は TS 丸なくなる。嘘だろ嘘だろ、丸さん欲しいよ、センター A の丸さん欲しいよ。最後に肉肉さん、おっちゃん今日のトークキレが微妙だった、ごめんねごめんね、連続でトーク嬉しかった、おっちゃんは頑張ったよ。肉肉さんがね、毎日投稿1日1回よろしくって言ったからキレは微妙だったかもしれないけど、おじさん頑張ったよ、だから許してね、だからこれからもよろしくね。ということで皆さんまた見てねー。